水森の代替科学教室、ジョン・キーリーの369の秘密とエドガー・ホーリングスヘッド博士。エドガー・ホーリングスヘッド博士は、オド光線と呼んだ光線で物体の重量を変化させることに成功しました。重力制御の背後には、369への理解があったとされています。太陽からの力に強く抵抗を受けて、だから反重力現象が起こりやすいのが真夜中ということになります。キーリーは音叉や楽器などで発せられる音が原子やエーテルと共鳴して、その振動によって大きな動力を生み出せるということを発見しました。キーリーは369の法則に基づいた和音を発することで重力を制御できることを発見したわけなんですが、ただ結局のところテスラは解明することはできなかったわけなんですが、ホーリングスヘッド博士は部分的に369の秘密を解明することに成功したと、こういう背景がありました。極性というのは実のところ2つではなくて3つあるんだと、こういうことに気づいたのがジョン・キーリーでした。プラス・マイナス・ドミナントと、こういう3つになります。3と9の組み合わせが力を生み出し、6と9の組み合わせが力を生み出すと、こういうことをですね、キーリー、そして、ホーリングスヘッド博士は発見いたしました。地球とつながっていない人はですね、石も生物も動かすことはできないんですね。